皆様こんにちは、ゆめのです。本日は日曜日ということで、月曜日に立てた今週の抱負の振り返りと、ちょっと作ったものとか買ったものを紹介していこうと思います。それでは始めていきます。はい、こんな感じで机の上に作ったものや買ったものやいろいろと並べているんですけれども、まず今週の抱負の振り返りですね。ラジオチャンネル1本ラジオを上げるっていう目標を立てていたんですけれども、それはクリアしました。でもう一つがですね、ストアだけ今接続ができているので、商品も接続するっていう抱負を語っていたんですけれども、ちょっとそれはできなかったです。手がね、動かしにくかったことっていうのを理由にして言い訳にすると良くないんですけれども、全然文字を打つっていうのがほとんど今週できなかったので、それはちょっとできなかったです。ということで、今週の抱負を2つだけにしておいて良かったなと思います。はい、で昨日作ったものがあって、なんかいい撮影小物を作りたいなって思ったんですよ。で結構天然石のもの多いので、なんかこうナチュラルな感じの板が作りたいなとか、お皿が作りたいなとか思って調べていたら、ダイソーで売っているお掃除コーナーの重曹とアクリル絵の具を混ぜて、もう適当に混ぜたんですけれども、それをこうペタペタ塗っていったらなんかいい感じになるっていうのを発見したので、ちょっとね、作ってみました。それが今ここに映ってるんですけど、ちょっとまだ手がプクプクしてるので、こっちは手袋してるんですが、これですね。これね、昨日作ったんですよね。すごいいい感じに見えるかなと思うんですけれども、実は本当に用意をしていなくって、重曹と絵の具だけ買ってきたので、こういうね、もともとの木をゴールドにしたんだけれども、うまくいかず結局端っこでちょっとちっちゃくなっていたので、思い切ってこのいい感じのテクニックという風に書いてあったのでやってみました。これはね、なんかちょっとコンクリートを綺麗にしたような感じがいいなと思っていて、でこれがね、すごく乾く前にもういい感じだったので、これですね。これもね、なんか可愛いサイズ感なんですけれども、ちょっとこのナチュラルなデコボコ感がいい感じなんですが、これは実はですね、コースターですね。コースターをね、持っていて、アートをするコースターで販売用に買っていたんですけれども、このコースターサイズのこのボコボコしたものもあると便利だなと思いまして、これもね作りました。すごくいい感じです。ナチュラルですよね。でこれですね、これはもうダイソーに行った時点で買っていたんですけれども、お皿ですね。プラスチックのコカコーラって書いてあるんですけど、プラスチックのコカコーラのお皿にこういう感じでベトベトと乗っけているだけなんですけど、なんでこのお皿だけ買ったかと言いますと、重曹と絵の具を混ぜるものっていうのが必要だったんですけど、それがねなかったんですよ。ダイソーにはあったんですけど、紙コップとかってそんなにたくさん買っても使わないし、専用の捨てるお皿を買うのももったいないなと思ったので、この上で混ぜてしまって、もう最終的にここに余ったの全部広げちゃおうと思ってこれを買っておいたんですが、結果的にすごくいい質感の平皿ができました。はい、こんな感じですね。でこれをどんな風に使うかなんですけれども、今2周年感謝のプレゼントでお渡ししているこのイヤカフとか思いっきり天然石なんですけど、まあ、直接じゃなくてもこういう感じでも結構イメージが変わるんですよね。天然石の透明感が際立つんですよね。後ろが白いとめちゃくちゃいいと思って、こんな感じで結構いい感じになります。直接置いてもすごく綺麗なんですけど、この透明の楕円形の、これもダイソーなんですけど、この上から置くとなんかこうすごく高級感というか、透明感もすごく綺麗に出るし、でちょっとこの今お部屋の電気なんですけど、下に影とかがついたりして、すごくねいいものを作ってしまいました。という感じで、夜な夜なね、このなんて言うんでしょう、ちょっと洒落た白いボードを作っていました。あと買ったものなんですけれども、このね白いお皿ですね。これもねダイソーに行ってお皿コーナー見ていたら、なんかめちゃくちゃシンプルなお皿で、今までこのここが高
高くないお皿ってあまりなかったんですよね。でこれもしかして300円なのかなとか思ったら100円だったので、こんな感じでちょっと乗っけております。今週新作紹介あまりちゃんとできなかったんですけれども、ドルージーの空とか夕焼けとかちょっと黒いのとかいろいろ作ってるんですが、あと来週新作で紹介予定のでっかいハートですね。でっかいハートのピンクと赤とちょっと翡翠っぽい色とメタリックなピンクですね。実はこのピンクのドゥルージーとこのピンク中身一緒っていうね、不思議ですよね。閉じ込め方が違うだけでこんなにも違うのかっていう感じなんですが、このねプチシャンデリアもこのボードに合うなって思ったんですよ。こんな感じ、重曹と絵の具のボードにいい感じに合うんですよね。これちょっとお部屋の電気なので、いまいちね綺麗なキラキラ感伝わらないんですけど、電気消すと本当に太陽の光でめちゃくちゃ綺麗なんですよね。クリスタルガラスが天然のものかって言ったら違うんですけど、めちゃくちゃねいい感じに仕上がります。はい、このボードが作れたことが嬉しくって、なんて可愛いんだと思って、重曹とアクリル絵の具ですね、白い絵の具混ぜてペトペトするだけなので、私はもう本当にダイソーで重曹とアクリル絵の具の白とこのお皿ですね、混ぜる用のお皿だけ買ったので、重曹をね心配だったので 250g って書いてある普通の袋なんですけど、それを2つ買ったんですけど半分も使わなかったです。アクリル絵の具は絵の具コーナーにあるんですけど、アクリル絵の具は3本使いました。ただ結構たくさんできたので、その元がザラザラした元がなのでね余ったんですけど、これねこのお皿をお皿として使って仕上げとしてお皿も作品にしちゃうっていうね、めちゃくちゃ良いです。はい、アクリル絵の具じゃなくっても乾かせば大丈夫なのかなと思うんですけど、アクリル絵の具は乾くとつかないのでいいかなと思います。どうですね、これは家族からもらったものなんですけど、セリアらしいんですよね。私セリアって遠いから行かないんですけど、このサラダ用に買ったらしいんですけど、私の元にやってきました。これもね結構ゴールドが効いてて可愛いなって思うんですが、プラスチックになります。この絶妙なプラスチック感がねおそらく嫌だったんだろうなと思うんですけど、結構可愛くってこんな感じで、ただ食器コーナーのものだけあって深さがあるので、私もどうやって使おうかなと思うんですが、結構このなんかおしゃれだけど使えなかったものの中でお皿っていうのが結構いただくことが多いんですが、こういう感じの、これはでも本当にお皿として可愛いなって思うんですが、ちょっとね食卓に置くには安っぽかったのかなと思います。ちょっとねなんか使いたいなとこれは思います。商品名とかねもう剥がしちゃってるのでわかんないんですけど、こういうのがセリアに売ってるようです。はいはい、そして次にですね、久しぶりに紙の本を買いました。まずこちらですね、目を引くおしゃれな商品写真レシピっていう、これは発売されてすぐみたいで7月19日発売って書いてあったんですけれども、中身はねこういう本って見せちゃいけないんですけれども、スマホで撮るおしゃれなフォトスタイリング集みたいな感じで、こんな感じでねもう表紙からハンドメイドをしている方向けっていう感じなんですけど、このリスさんっていう方のインスタグラムが毎回めちゃくちゃ勉強になるんですよ。お水を張った入れ物の上に透明のボードを置いてアクセサリーを置くとめちゃくちゃ高級に見えるとか、そういうことがリールですね、ショート動画で上げてあったりとか解説とかがしてあって、本が出るって聞いたの結構最近だったんですけども、即注文しました。ちなみに楽天で買いました。楽天最近すぐ届くので結構ね買うんですけど、この目を引くおしゃれな商品写真レシピ、もう商品写真って書いてあるのでもうすでにかなり見てるんですけど、めちゃくちゃ見やすいですね。本だといちいち止めなくってもいいので、もう、ね、こんな感じで光構図小物とちょっとしたコツでいつもの写真が変わるっていうね、これ本当にハンドメイドを始められた方でなんか写真がうまくいかない方とか、あとハンドメイドじゃなくてもこうメルカリとかでね
出品されてる方もねいいんじゃないかなと思います。この表紙からしてこの作品がどなたのかはちょっとわからないんですけど、めちゃくちゃもう素敵なんですよね。こういうなんかお皿も一見普通に見えるんですけどすごくおしゃれで、このね表紙自体も一見普通のものが置いてあるんですよね。なんだけれどもすごくおしゃれっていう、これ本当にね良いです。値段いくらだったかな、1980円です。1980円でね、この裏表紙も素敵な写真があるんですけど、これはねいいなと思います。で、私 iPhone で撮影するの苦手なんですけれども、この本ね全部 iPhone14Pro なんですよ。それもすごいなと思って、都会とかね大きな本屋さんだったらあるのかなって思うんですが、まあ、うちの近所はなかったです。はい、まずこれですね、目を引くおしゃれな商品写真レシピ、これ本当に良いです。はい、でもう一つが珍しくファッションの本なんですけれども、これは最近出たものではないんですがですね、黒の装い普通に見えない黒コーデ帳、梶真理子さんっていう方の本なんですが、このね女性がすごく綺麗っていうところではなくって、本当に黒のコーディネートがめちゃくちゃたくさん載っていて、もともとインスタグラム見ていたんですよね。なんて素敵なんだろうと思って、でブランドもされてるんですけど、そのブランドのお洋服もすごくねあまり色を使ってないものとかでもめちゃくちゃおしゃれで、で私やっぱりモノトーンのお洋服、黒とか白とかあってベージュとかなので、すごくねこれいいなって思ってたんですけど、なかなかね買うに至らずっていう感じで、電子書籍のサンプルでちょっと見て、あいいなとか Amazon のこのページで見て、あいいなって思ってたんですけど、ちょっと買う勇気が出なくって、っていうのがですね結構高くって、2090円っていうね、宝島社って付録がよくついている雑誌の会社なんですけれども、2090円っていう値段にねなかなか勇気が出なかったんですけれども、なんで買ったかなんですが、たまたま地元の本屋さんに行ったらこれ置いてあったんですよ。私の地元にこんな本あるんだっていうことにびっくりしたのと、この裏表紙をね見てなんかめちゃくちゃ素敵って思ったんですよ。この方はね私より全然若いんですけど、なんかこう黒いお洋服だけでこの3枚がめちゃくちゃ素敵で大人っぽいなって思ったんですよ。こういう風ななんか大人の女性に向けてのジュエリー作りたいなって思って、なんかもう買っちゃいました。なので思いっきり本屋さんで買ったので現金で買ったんですけど、すごくねいいなって思っちゃって、やっぱりこう実物を見るってめちゃくちゃ強いなって思います。もう本だけじゃないと思うんですけど、やっぱりこの本を本屋さんで見なかったら2000円超えの紙の本って買えないなって思ってたんですけど、もうすごくねやっぱり手に取ってみると、黒コーデを作るメソッド、デイリーメイクのハウトゥー、結構ねお化粧品とかも出ていて、ヘアアレンジとか、あとこの梶さんの私物ですね、あと私はあんまり関係ないんですけども結婚式のお写真とか、あとお料理のレシピとかもあったり、あと定番ですよね質問が100個あるみたいな、本当これはね本屋さんで出会わなかったら多分ずっと悩んでたと思うんですよね、2000円超えの本っていうね。でもねこれはね今の私にはね必要でした。もう黒い服ばっかり持ってるので、まあ、白と黒っていう感じなので、この普通に見えない黒コーデ帳っていうね、いつ出たんだろう、去年だと思うんですよね。ずっと悩んでたので、販売が去年の9月1日になってるので、まあ半年以上悩んでいたっていう感じなんですが、こちらをね買いました。これもね本当にモノトーンのお洋服が好きな方とかね本当におすすめの本です。もう結構買ったばかりなんですが、これもたくさん読んでおります。はい、そんな感じで久しぶりにこういう紙の本ですね、特にこういうハンドメイドに使える本は、まあ、買うことあるんですけど、デザインの本とかはね結構買ってたんですが、こういう写真の撮り方の本っていうのはめちゃくちゃ久しぶりに買ったんじゃないかなと思いますね。でファッションのこういう本ですね、これはもうずっと迷っていたので、現物が本屋さんにあるっていうのがねもう感動っていう感じで買いました。これも本当に
好きです。あの SNS よりもこの本の方が私はなんかすごく見ていて楽しいです。やっぱりスマホを開いてってなると結構目が疲れたりするんですけど、紙の本だと疲れないで見ていられるので、結構写真がたくさんあったりすると本当になんかこう本というより写真集みたいな感じで見れたりもするので、すごくねこれを見ていて、あこういうあのピアスとかイヤリング作りたいなとか、そういう風なねなんかこうやる気というかイメージというかそういうものも湧いてきたりするので、これもねあのモノトーンのお洋服に合わせたアクセサリーとか作られている方にはおすすめかなと思います。この本は私結構変な使い方って思われちゃうかもしれないんですけど、カジさんは絶対にあのそういうことをしないと思うんですけど、例えばなんですが黒いコーディネート、こういう綺麗な女性がハートのグリーンのキラキライヤリングつけたらどんな雰囲気なんだろうとか、結構こういう使い方私するんですよ。この黒い服を着た大人の女性がこういうのつけたらどうなんだろうとか、結構こういう感じで自分でつけてチェックするっていうことはもちろんするんですけど、なかなかこう自分がしたいコーディネート、好きなコーディネートで着用画像をお願いできる方っていないので、もう完全にこうやってねこの写真を撮ってインスタに載せるとかは絶対しないんですけど、自分の中で結構こういう風に使うことって多いので、この本はねそういう意味でも本当に買ってよかったなと思います。こんな感じでね、ちょっとこれいい感じじゃないですか。私の中でこの感じいいなって思ったんですけど、絶対しないと思うんですよね。真っ赤なでっかいキラキラのハートをつける、絶対しないと思うんですけど、可愛いなって、そういう感じでも楽しんでいるっていう、はい今日はですね日曜日なんですけれども、今週の抱負の振り返り、そしてちょっと買ったものとか作ったものとかの紹介をいたしました。これはね本当にあのアクリル絵の具と重曹両方ともダイソーにあるということは、まあ、セリアとか他の100円ショップとか、まあ、ホームセンターとかでもあると思うんですけど、とにかくねめちゃくちゃ簡単でいい感じになるので、あのぜひぜひという感じです。ちなみにこれ広げるときは、私はあの絵の具用の筆をお部屋で発見したので筆で広げたので、このボコボコ感とかは特に意識して出してないです。筆でねペトペト広げていっただけで、なんかこうここを膨らませようとかそういうことは全然考えないでやったので、本当にあの用意するものも少ないのでおすすめです。下にね紙を引かないとちょっとアクリル絵の具って取れなくなっちゃうので、それは引いた方がいいかなって思うんですけど、私はちょっと家族にあの新聞をもらって引いてその上でやってたんですが、これねあのめちゃくちゃおすすめです。コースターサイズだと本当にあの一つピアスイヤリング置くのにもいいですし、結構ドゥルージーとかねあのすごく自然な感じで馴染むんですけれども、こんな感じでこのねボコボコした置物、ぜひぜひお時間ある時とか夏休みの工作気分でやっていただければ楽しいかと思います。ハートとかでね作るっていうのも可愛いんじゃないかなと思うんですけれども、私はちょっとハートのこういうボコボコしたボードとかってあのテイストがあんまり合わないんですけど、丸と四角で作ったんですが、ぜひぜひやってみてください。そんな感じで今日はこの辺りで終わりにしようかと思います。いつも最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。